見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私、群馬県沼田市なんですけども、沼田、群馬県ほぼ全体もですね、小中高がですね、5月いっぱいまで、学校がお休みという形でなっております。で、その間にね、こういかにこう、ただ家にいるだけでなくて、まあ、ステイホームなんですけども、家にいる中でいかにこう、どんどん伸ばしていくかと。ということですね。うちの塾の生徒でもね、高校1年生の男の子が、起業家マインドを身につけるというのでね、この休みの期間、学校でできないことを一生懸命やってる子もいます。そういうふうにね、いかにこう、若いうちからスイッチ入ってるかで全然人生が変わってくるというところのお話に入ってきます。では、画面の共有に入ります。本日のテーマは、子供のスイッチが入る瞬間です。私に、この村松ですね、私にとって一番大好きな瞬間がですね、子供のスイッチが入る瞬間なんですね。これ、いつ気づいたかっていうと、私がこの大学卒業してから父親の会社に入ったんですが、その間がですね、まあ、ある意味私の自分で出してる波の影響の結果だったんですが、会社自体すごく辛かったんですね。で、夜、火曜日と木曜日に、道場に行って子供たちに空手を教えてる時がね、一番こう、至福の時で、で、子供にどういう一言をかけると、すぐこう、スイッチが入ってくれるのか、どういう一言をかけると、泣いてこう、拗ねてしまうのかっていうのをね、いろいろこう、試させてもらって、いかにこう、選手を、この、選手の本来の能力を編み出すかっていうのが、すごくこう、大好きだったんですね。で、私自身、空手がめちゃめちゃ強いわけでもなく、感覚に入るのはすごく得意なんですが、体が小さかったりですね、この恐怖が大きかったりで、この組手は弱かったんですけども、でも生徒では、全国にベスト8にですね、入った子が2人いてですね、このスイッチを入れるっていうのがすごくこう大好きでした。で、そしてそれが自分で自分の素晴らしさにこう気づくこととか、自己肯定感高い生き方とか、本当の生き方をしていくということだった。いうことに気づいたんですね。子供たちとこう携わらせてもらっていて。で、今ではそれがですね、子供だけじゃなくて、大人の方々も子供と一緒なんだと。何歳、例えば20歳以下とか未満とかね、子供とかじゃなくて、15歳でも大人の人もいるし、50歳でもこのスイッチが入って、こう人生こう変わっていく人もいますし、本当にこう子供の時にスイッチが入らなかったとか、スイッチを閉じてしまった。っていう大人の方々がですね、年齢関係なく、私が好きなことって何かっていうと、人が本当の生き方をしていくことっていうのが、で、そのスイッチを入れることが大好きなんだなと。で、それって、なんていうのかな、科学を持ってお話ししていくことが一番こう響いてくれて、で、皆さんが、あ、なるほどなって、こう、腑に落ちる、気づく、で、脳のシナプスがこう、つながってくると。生き方を変えていく、自分発信のフォトが変わっていく、そうするとその周波数で自分の人生がどんどん変わっていくっていうことの仕組みが自分で分かったら、どんどん自分で一人でこうやっていくことができるんですね。そのいじらせていただくのがすごくこう大好きです。で、年齢ではなくて、どの意識でどのくらいの年数生きてきたかっていうのが外からの評価なんですが、自分自身の中では、この意識時間なんですね。自分の時間軸っていうのがあります。で、これは何回かお話しさせてもらってるんですけども、すごくこう充実している人がこんだけの密度ありますと。でも暇だな、やることねえな、みたいな感じの人がいて、で、このね、この0歳から100歳、まあ人生100年って言われてるんですけども、この年数の0歳から100歳の間に、この意識の波をどんだけこうダラーンとしちゃうのか、おりゃーとか楽しいとかワクワクとか没頭とかね、このっていう風に集中みたいな感じでやってあげるのかで、こなせる量が全然違うんですね。で、同じこの人でも、例えばね、最初スイッチ入ってたけど、大学卒業してとか大学に合格しちゃったら、あとダラーンとなってしまう人。で、まあ、このままエスカレートでね、こう、レールに乗ってきゃ人生どうにでもなるでしょうと。ただ、こう、なんていうのかな。ぶる下がってるって言うと言葉悪いんですけど、この、自分を生かそうとしないで言われたことをやるっていうと、どんどんこの、置いてかれてしまうと。で、逆に、
このスイッチ入ってなかったけど、あ、なるほど、俺ってこれできるんじゃんみたいに入った瞬間とか、あ、私こういう生き方していくんだと気づいた瞬間にだーってこう密度が濃くなるんですね。これは焦るとかいうわけではなくて、この、あ、私ここなんだっていうふうに自分を生かしていく側ですね、に入っていくと、この本当にこの人生が濃くなってきます。かといって、こちらがダメかっていうと、そうではなくて、この、もちろん、だらだらもうスイッチオンの状態も、両方合わせて人生の醍醐味であって、このいろんな時期があるから、その人のストーリーが面白くなってくると。で、この人、伊藤博文さん。ね、皆さんご存知と思います。歴史にね、よーく出てくる初代総理大臣っていうので覚えてると思うんですけども、この人がですね、まあ、時折お話しさせてもらうんですが、この人、最初、お百姓さんの子として生まれています。で、ネットにも書いてあるんですけども、ウィキペディアにも書いてあるんですが、貧農の出身というふうに書いてあります。すごくこう貧しいお百姓さんのうちで生まれましたと。で、15歳。今中学3年生ぐらいですね。松下村塾、吉田松陰の塾に入ります。この時にですね、塾に入ったというか、この身分の高い人しか学べなかったので、吉田松陰のところでは、この伊藤博文さんは、外で、建物の外で立って聞いてたって言うんですね。で、この時に吉田松陰先生の熱量がドカーンとか入って、スイッチが入ります。で、21歳の時に、海外留学、イギリス・ロンドンの方に井上薫さんたちとですね、イギリス留学に行ってます。ここでですね、英語力がめっちゃつきました。そして、それが役立って、27歳にですね、明治維新27歳ですよ。ね、今のね、この27歳って言うと私はまだ、ね、父親の会社でこう働いてた時期なんですけども、いろんなこう役職についています。で、明治政府の様々な要職、重要なポストを歴任していますと。そして、いよいよ、44歳2ヶ月。しかもですね、初代総理大臣就任なんですが、しかも、歴代総理大臣、安倍総理まで含めてですね、歴代総理大臣の中で最年少です。初代が最年少で、未だにこう破られてないと。44歳2ヶ月。私はもう45歳になっているので、総理大臣がですね、こういかにこう若い時期にこうスイッチ入ってやってたかと。で、この時にですね、三条実美っていう太政大臣の人がいたんですけど、その人と伊藤博文さんとどっちを総理に立てるかというので、身分の出身の身分がすごくこう、ネックだったらしいですね。で、三条実美さんは公爵、まあ、天皇家のこの公爵側からこう、上がってきた人で、で、身分もすごく高くて、で、周り中、おそらくこちらはね、三条さんだろうと。言ってたんですが、井上薫さんが、これからは、海外の電報とか読めないと役に立たないというので、で、そういったら、あ、なるほどって、で、満場一致でですね、みんなシーンとなっちゃって、これはもう伊藤さんしかいないというので、この総理大臣になったんですね。その後も、この5代と7代と10代と総理大臣になっています。で、この人が、吉田松陰の塾で15歳の時にスイッチ入んないで、塾行かなかったっていうか、このスイッチが何か入らなかったとしたら、もしかしたら畑を耕してずっといて、でそれはそれでね、重要なんですけども、今の歴史が、日本が変わってるかもしれないということなんですね。いつこうどういうふうにスイッチが入っていくか。で、子供のスイッチ、まあ子供だけでなく人なんですが、は自分がどれだけすごい人物かっていうことに気づくと。でしかも、すごいだけじゃなくて、あ、私これ得意で、これちょっとダメだ、ということに気づくと。で、ダメなところをこう人に任せられると。周りとのつながりをいかにこうつながり合うかということが重要です。人に任せる。で、周り全体が私だっていう意識になるっていうことですね。で、自分の才能をどれだけこう活かしていくか、ということに気づくんですね。教える。いくらこう教えても、ああ、俺ってこれなんだと、こう気づいた瞬間にこうスイッチが入ります。で、これから人工知能がどんどん伸びていく中、一番重要なポイントです。自分自身がいかにどれだけの人物かということに気づくってことなんですね。で、これは、この、
周りから言ってあげて本人がああってなるようにこう伝わっていくことですね。で、このスイッチが入るっていうのは遺伝子のスイッチなんですが、これもまたどこかでお話しさせてもらえばと思うんですけど、その中のご本人の中の振動数がですね、いかにこう上がっていくかと、バイフォトン、バイオフォトンのですね、振動数がいかに上がっていくか。で、しかもこれは伝染します。移ってきます。伝わってきます。っていうのは、周りにこの振動数高いね、自分のやる気が多いとか、自分のスイッチが入ってる、自分軸が立ってる人のフォトンが出てれば、その自分軸を立てるっていうフォトンの振動数をもらい受けて、そのフォトンが飛んでいくので、で、人が全部モワモワの雲でしかないので、そこに振動数高い人のフォトンがブワーッと入れば、その子にもブワーッと突入していって、本人がスイッチが入るというふうになってきます。で、アインシュタインも言ってるんですが、この教育に関して、大学教授にこう伝えたかった言葉がですね、教育者の最高の目標は教え子たちに心を開くことだと。で、我々はあまり、人間はですね、あまりにも小さく、そして宇宙は逆にあまりにも広いと。で、この無限の空間の一部だと、人間がね。で、望むならそれを理解することができると、気づかせると、気づくことが有能な教師の役目なんだということをですね、私もすごくこう意図して、まあ意図していたところで、アインシュタインの言葉を見て、ああ、なんか同じだなというふうに感じております。なので、本日のまとめに入ります。人はいつでもスイッチが入ります。で、自分を生かす。その喜びが周りへ広がるということですね。自分を生かすっていうのがすごく重要です。さて、いよいよ5月からですね、自宅で学べる開花塾、今オンラインでどんどんやらせてもらってるんですが、こちらスタート、4月からスタートしてるんですけども、5月がですね、値段を上がるっていうふうにお話ししてたんですが、今のですね、コロナウイルスの経済状況の影響もありまして、据え置きで4月と一緒ですね、4950円でこう月々させていただいております。水曜日が村松で、土曜日が、原井ですね。原井は、大阪大学のドクターですね、博士号を取ってまして、で、障害児、発達障害児の脳機能の研究をしてたので、すごくこう、なんていうのかな、この、いろんな子たちの才能を気づいて、それをスイッチを入れるっていうのも、すごく得意で、彼自身が、この、空手を通して、まあ、5歳から新井が空手やってたんですが、ね、今もやってるんですけども、で、私が30いくつかな ?32 で5段取ったの。新井は27ぐらいで5段取ってて、で、この、全国国公立でも新井が優勝していて、中学全中でも団体優勝してるんですね。この試合中のセンスの感覚とかずーっと研ぎ澄ましていて、で、しかも脳の研究してるので、非常にこの面白いお話をですね、土曜日の方にしてもらっております。ということで、よかったらですね、先ほどの自宅で学べる開花塾、ご覧いただければと思います。いかにこうスイッチが入るかで、20歳、30歳、40歳、50歳の人生が全く変わってきます。私自身も本当にそうでした。私も、この、浪人時代にいろいろパタパタパタとこうスイッチが入ってきたんですが、浪人時代に、この、英語と数学と物理が、こう、開いたというか、スイッチが入って、で、英語はね、この文章、紙を、とか本を読んでると、この重要箇所がね、こう盛り上がってくるんですよ、紙が。ボコーってこう盛り上がってきて、ここ重要みたいなのが、濃いんですね、色が。色が濃くて。で、問題文見てみると、あ、ここじゃんみたいな、この膨らんでるところを見るみたいな感じにですね、やっぱりその、英文を書いてる著者のエネルギーを込めてる場所がこう濃く見えるみたいな感じがですね、こう出てきたんですね。それまで本当無感覚の人物だったんですが、本当にこうスイッチが入ると非常に面白いことが起こります。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。